ということでね、2人でもし仮にレースをするとしたらどこで勝負をしたいかということなんですけれども、どうでしょうか。やっぱりもう偉大すぎるんで勝てないじゃないですか。まあ、今はね、年を取られたんであれですけど、勝てないっていうイメージがあるんで、やっぱニュルですかね。ニュルだったら多分覚えられないんでニュルだったら勝てるかな、唯一。はい、ルマン13期なんだよ。でこストレートでドライでファーストピットといったら雨土砂降りで、そのストレートを2速ギアで走ってコースアウトしちゃうぐらい。だけどその回ってくってユノデュエルのストレート行くとドライで300越してるわけ。そういうレース何回もやってきてるから、だからそれは13キロ覚えたからね。まあ、でもニュール30キロなんで嬉しかったらルマンで表彰台上がってみるよ